パーミャチ・メルクーリアは、ロシア帝国が保有した反送を持った蒸気軍艦である。設計上は、非防護巡洋艦に分類され、ロシア帝国海軍では当初は、巡洋艦、1892年2月1日、歴8からは1等巡洋艦に分類した。船舶の構造上の分類では、鉄製三本マストのバークに当たる。メルクーリーの記憶という意味の艦名は、 ロト戦争で活躍したブリックを記念したもの。その活躍により、時の皇帝ニコライ一世は、国会艦隊はその名を持つ艦船を常に保有すべしと、命じた。この巡洋艦がその名を受け継ぐ最後の、ロシア帝国軍艦であり、かつてそのブリックが授与された、ゲオルギーの旗と小陶器を受け継いでいた。1877年から行われた、ロト戦争の終結を受け、 ニコラー F とセバストポリの防御を強化する方針を固めた。同時に国会艦隊向けに 14KN 級の巡洋艦を発注した。これが後にパーミャチメルクーリアと解消される巡洋艦ヤロスラーブリであった。ヤロスラーブリは1879年5月フランスのトゥーロンにあるホルジュエ・シャンチエ造戦所で寄港した。 発注は1879年5月5日、小暦9付で、義勇艦隊によってなされ、1882年3月2日、歴1までは義勇艦隊に所属した。艦名は、ロシアの都市アロスラーブリにちなんだものであった。1880年5月には、浸水。1882年1月18日、歴11付で、国会艦隊の艦船リストに登録され、 同年3月に竣工して国会艦隊へ配備された。同時代の国会艦隊の中では最も瞬速で強力な公用軍艦であった。1883年4月9日、歴に艦はパーミャチメルクーリアと改称された。艦名は退役したコレベットから受け継いだ。この艦名を持つ艦としては2代目となった。なお、ヤロスラーブリの名は1885年に、 巡洋艦、エブローパが解消された際に受け継がれた。パーミャチメルクーリアは艦隊の主要攻撃力となる水雷分艦隊の機関として用いられた。手法は当時の装甲艦から砲艦に至るまで幅広く、使用された1877年式28、口径 152mm 単装砲6問であった。152mm 砲,砲の砲側は、若干の修正を経て、 走行フリゲート、ドミートリー・ドンスコイの設計に使用されている。その他、パーミアチ・メルクーリアは1877年式107ミ、mm、リメートル砲を4門搭載していたが、このカノン砲を搭載する艦船は、国会艦隊で唯一であった。1886年には、巡洋艦、ザビアワカと共に、ブルガリアのバルナコを訪問した。 1893年から1902年にかけては、パーミャチ・メルクーリアでは、水上艦用の各種魚雷発射艦の運用試験が実施された。この時期、パーミャチ・メルクーリアは、国会艦隊が保有する唯一の大型巡洋艦で、あったが、予定された、追加の2隻の大型巡洋艦が、なかなか配備されなかったことから、第1戦時代を通じて、常に、 唯一の存在であり続けた。その後、パーミャチメルクーリアには近代化改修計画もあったが、資材不足で実現せず、日露戦争後に1 0 7ト、mm、ル砲が43、合計4 7トル砲へ交換されただけであった。1907年3月25日、暦三付で海軍の艦船名簿より除籍された。艦名は本来ともに、 国会艦隊の巡洋艦戦力を担うはずであったに、席の防護巡洋艦のうちの一席に受け継がれた。退役したパーミャチメルクーリアはすぐには解体されず、港に係留された。第一次世界大戦が始まると、旧パーミャチメルクーリアは係留配管として再利用されることになった。1915年10月15日、歴四付で第九号係留配管として、 国会艦隊に再登録され、艦上に国会艦隊水雷戦隊司令部が置かれた。1917年の2月革命後は、ロシア臨時政府の管轄下に置かれた。10月革命後の所属は、はっきりしていないが、同年12月に、セバストーポリーがボリシェビキによって、武力的に掌握されると、赤軍の管轄下に置かれた。その後、ドイツ帝国や、 イギリス、フランスなどの軍の管轄下に置かれた。1919年3月には総会体の輸送母船として南ロシア海軍に編入された。1920年11月14日にロシア軍がクリミアから撤退する際にセバストーポリに打ち捨てられ赤軍によって接収された。同年12月にはウクライナクリミア軍国会アゾフ海海軍に編入された。 1921年8月8日には、軽流配線から、工作艦へ改装された。1922年10月31日には、警備艇、駆逐艇隊へ引き渡され、同年12月25日付で、輸送母船に類別を戻された。その際、船名を、メルクーリーとされた。ソビエト連邦が成立すると、老農赤色海軍国会海軍に所属した。 1929年10月1日付で予備役に入り、1932年3月9日付で海軍から除籍された。解体される予定であったが実施されず、港湾軍無補助浮遊物として利用された。1938年8月31日からは、オデッサ海洋商業港で浮石油貯蔵所として使用された。1939年9月20日に、 ついに解体された、ロシア帝国では、正教会の祭事に合わせて、ユリウス歴を使用していた。そのため、このページでは、ユリウス歴に準拠した年月日を記載する。以下に記載するのは、当時の大日本帝国や今日の日本、ロシア連邦などで使用されているグレゴリオ歴に、換算した年月日である。ありがとうございます。